外に出せるこうバックヤードっていうのはいるからっていうですね。でもまあ最終的には私が責任取ればいいし、その範疇の中で経験を積んでがないとやっぱりわからない仕事なんですよね。やり方がわからない。だからいろんなところをスクール、まあ、いらっしゃってて、どうやったらいいかわからないっていうこともすごくやっぱり問いかけられるんですね。でやっぱり心って見えないし、本当に先ほども言ったように回答がないので、やっぱりその部分でしかないから、経験をやっぱり実践を積んでいくしかないんですよ。そのじゃあ実践を経験積んで、経験値を積んで場数を踏んでいくと、やっぱりそこで自信って絶対生まれますよね。絶対生まれるんです。生まれますよね。あのなんていうかな、自信ってその自分を信じる自信でしょ、うん、で多くは自分のそのできるからっていう自信とイコールに考えてるケースってすごい多いんだけ ど私はその自信っていうのは自分を信頼すること、なるほど、それの自信だと思ってるの。なるほど、それって全く違うね。違うよね、うん、